今考えると気合入りすぎたかなと思うんですけど、まあ、もうでも開幕戦で新しく車も新しくなって絶対にここで1番取りたいって気持ちが強かったんでちょっとオーバードライブ気味でしたけど、でもまとまってよかったです。予選始まる前からもうポール取れるっていう気持ちがあったんで、セクター3ちょっと失敗しちゃったんでちょっと納得いってないんですけど、まあ、まさかポールとは思わなかったですけど。タック入ってから車とタイヤの調子良かったので、まあ、これはいけるなっていう、まあ、結構まあ気持ち的には楽にアタックができましたね。
やっとなんか早く走れた。なんか去年ね、途中からずっと失速して全く速さがなくて、まさかこの冬間にニスもミシュみんなで力入れてくれて、ここまで車速くなってきて、まあ、すごい夢のようなですね、はい。